ポートオーポート半島の地図ポートオーポート半島はカナダ、ニューファンドランドラブラドール州、ニューファンドランド島の西にある半島。半島はセントローレンス湾に囲まれている。半島には数カ所の英語圏の村や州内有数のアカディア人定住地がある。半島がニューファンドランド島におけるフランス語圏のゆりかごであることは紛れもない事実である。 島内唯一のフランス語圏の土地であり、数世代にわたってアカディア人の子孫やフランス人の子孫が暮らしている。1971年以来、半島はニューファンドランド島唯一のバイリンガル地区と考えられている。ニューファンドランド島西岸におけるフランス語圏定住地の設立は19世紀前半に遡る。ポート王、ポート半島はフランス海岸の一部で、 季節労働をする漁民に排他的に開かれていた。漁民は頻繁にブルターニュのサンマロから訪れていた。彼らの定住は立ちのかされる危険があるため禁止されていた。1904年、フランスはニューファンドランドにおける排他的漁業権を放棄した。漁民たちは、その後、ランスオーイコールカナールイコールメゾンイコールリベール、ラグランドテール、 ケープセントジョージにコミュニティを作ってとどまった。1820年から1850年にかけ、ケープブレトン島とマドレーヌ諸島からのアカディア人移民の波が押し寄せた。彼らは最初小揃い谷に移り、その後セントジョージ湾、すでにフランス人漁民が暮らしていた半島に最終的に根を下ろした。